はい、今回はこちらの可愛いハロウィンネイルを作ってみたいと思います。ジェルはセリアから売られている100円のジェルを使っていきます。材料も用紙を使ったりと全部セリアから売られている道具を使って作ってみたいと思います。それではどうぞ。今回使用するジェルはカラージェルのホワイトとブラック、マスタード、ピンク、バイオレットを使って作っていきます。はい、では初めに白のお化けから作っていきたいと思います。ではまず初めに白のジェルで全体を塗っていきます。ライトに入れていきます。はい、では2度塗り目をしていきます。はい、ではライトに入れていきます。アートをしやすいように一旦エタノールなどで拭き取っていきます。はい、ではお顔のアートをしていきます。使うものはこちらの用紙で描いていきます。ジェルは描きやすいようにパレットに出しました。では描いていきます。こんな感じでライトに入れていきます。はい、こちらでアートは完成なのでトップコートで仕上げていきます。お化けの完成になります。とっても簡単で可愛いお化けの出来上がりです。それでは次は猫を作っていきます。どうぞ。はい、では次に猫を作っていきたいと思います。使用するジェルは黒のジェルです。では塗っていきたいと思います。では黒のジェルで猫の顔の部分を塗っていきます。こんな感じに丸く塗って、耳の部分を端に三角を作っていきます。こちらもこ
2度塗り目を塗っていきます。次にかぼちゃを作っていきたいと思います。使用するジェルはピンクとマスタードのジェルです。ではこちらを混ぜていきたいと思います。このジェルは黄色を多めに出して、こちらのピンクと混ぜていきます。セルフではこちらのセリアで売られている筆になります。はい、ではオレンジができました。こちらのオレンジの色を塗っていきます。ではこちらを全体に塗っていきます。はい、ライトに入れていきます。はい、では2度塗り目こちらを一旦エタノールで
をしていきます。では先ほど使った黒のジェルを使っていきます。描いていくのは楊枝で描いていきます。ライトに入れていきます。はい、ではこちらをトップコートを塗って完成になります。ではこちら先ほど使ったオレンジのジェルを使って真ん中に塗っていきます。では次にこちらピンクのジェルを塗っていきます。ではこちらに文字を書いていきたいと思います。では一旦拭き取っていきます。では先ほど使った黒を使って文字で書いていきます。
らで完成です。ではライトに入れていきます。はい、ではトップコートを塗って完成になります。はい、こちらで完成になります。はい、ハロウィンネイルの完成になります。どれも簡単で可愛いデザインに仕上がりました。皆さんもぜひ試してみてください。ネイリストリサでした。